セバスチャン・ブルドンはフランスの画家である。フランスの王立絵画彫刻アカデミーの創立時の幹部会員の一人である。スウェーデン女王、クリスティーナの宮廷画家を務めた。モンペリエで生まれた。父親はガラス工芸家であった。7歳の時、叔父に連れられてパリに出て画家の見習いになった。14歳の時にボルド近くの宮殿の天井画の仕事をしたが、 その後映ったトゥールーズでは仕事を得ることができなかった。収入を得るために兵士になり、上官の理解を得て、絵を描く時間をしばしば与えられ、支援するパトロンが現れて、軍隊を除隊した。1634年にローマに移り、当時ローマで活躍していた画家たち、クロード・ロランやアンドレア・サッキ、ピー・テル・ファン・ラールラ、バンボッチャンティと呼ばれる画家たちの絵のスタイルを学んだ。 ローマで画家としてある程度成功したがカルバン主義者であったので1637年に仲たがいしたフランスの画家に告発、訴追されそうになってローマから離れた。パリに移りイタリア風のスタイルの風景画などで人気となりノートルダム聖堂の天井画も描いた。1648年に王立絵画彫刻アカデミーの創立会員となり教授の一人となった。 画家グルニエの娘と結婚した。1652年にスペインに渡り、スウェーデン女王、クリスティーナの宮廷画家となった。ブルドンの代表作には女王、クリスティーナの起乗する肖像画がある。1654年に女王が退位した後、パリに戻り、アカデミーの教授に戻り、1655年からは校長を務めた。1657年から、 モンペリエに移ったが、別の画家と喧嘩をして、パリに戻った。1671年にパリで死去した。ありがとうございます。